ウルトラ怪獣バトルブリーダーズ。はい、どうも、いただきましてございます。ということで、ウルトラ怪獣バトルブリーダーズやっていきましょう。今回からなんとジオラマプレオープンということで、楽しみにしてました。さあ、さて、まずはアリーナね、一体僕何位で終わったのか見ましょう。プレゼントを受け取り、321位、めっちゃ頑張ったすごい、ウルトラスター600個ありがとうございます。やったぜやったぞ、みんな321位だ。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃアリーナね、大変だったけど、ヒップイト星人が本当に役に立ってくれましたね。ヒップイト星人のその混乱めちゃめちゃ出るんですよ。ということで、一応お知らせは見といた方がいいかな。遊びてた、まあ早くやりたい、早くジオラマやりたいからもうやっちゃう。さあ、皆さんお近くでジオラマモード出来上がりました。ありがとうございます。待ってましたよ。はい、各画面の説明並び、あ、なるほど、作成方法、ヘルプ、なるほど、遊びづらい部分について調整していきますのでよろしくお願いします。まあ、それ、まだ、プレオープンですからね。パーツショップ見る？パーツショップ。いっぱいいるね。ただ、星6の怪獣は、もらえるんだよね。もらえるんだよね、確か。うん。ストラクチャー。あー、はいはいはい。うわ、これ沼だなー。めっちゃ欲しくなるなぁ、これなぁ。エフェクトは200円なんだ。ああ、なるほど。200円っていうか、200ストーンね。まあ、やってみる？一回。これ、基本です。はいはいはい、ジオラマモード。はいはい、ギズモ。あ、なるほど。遊び方。はい、わかりました。すごく説明が手短ですね。じゃあ、まずは、置く？あ、いる！星6の怪獣がいる！わ、まずはバンドンでしょ？ちょっと待ってよ。今回は、ジオラマでじっくり遊ぶ回ですから、多分ゲームとかもやんないっすよ。やんないっす。あー、なるほど。こうやって、動かせて。どういうポーズにしようかな。ちょっと待って。あー、こんな感じ。あー、なるほど、なるほど。ポーズ選択。ポーズ選択、あ、このポーズもさ、買わなくちゃいけないってことか。ちょっと待って、買うか。ちょっと待って、買おう。待って、買おう。で、終了して。そっかそっかそっか。パーツショップ。あ、なるほど。ここで所持パーツ一覧見れるんだ。ストラクチャー、ステージ、エフェクト、何にもない。買おう。買おう。まあ、怪獣はとりあえずいいよね。買わなくて。星の国の怪獣好きなのいるし。ウルトラマンは500円ストーンなんだ。ちょっと高いんだ。まあ、しょうがないよね。うん。どうしようかな。基地セット。あ、これでこんな感じで見れるんだ。あー、はい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 。迷うな、困って。楽しいな、困って。どうすエフェクトはさ、やっぱさ、惜しいよね。買うか。これ、どんどん溶けてくよ、これ。羽は、ちょっと、溶けてくね、石が。まあ、エフェクト2個ぐらい買おうか。とりあえず、ちょっと、全部買ってたら、やばいから。やばいから。あ、待ってよ。ステージはもういいか。ほんと。この辺もなんか欲しいよね。道路。あー、道路か。待ってよ。どういうの使うかな。いい、でも見るかったら、道路も買わなくちゃいけないよな。適当なこの基地セットみたいなの買うか。あー、でも基地セット買うんだったら見る買う。あ、これいいじゃん。これ買おう、これ買おう。さっきもらったアリーナの石が一瞬で溶けますね。一瞬ですよ。これも買うか。
はい、どうも。あー、一気に潜入。ちょっとあのね、僕課金したんすよ。あの、ハーフアニバーサリーだからっつって、追加で2000円。あの、このハーフアニバーサリー始まる前に、1600円課金したんだけど、その後またね、2000円課金したんですよ。だから3600円課金したんですけど、これ溶けるね。いや、でもさ、マウルドバトさんね、毎日楽しませてもらってますから、還元したいっていう気持ちもありますけど、ちょっとね、これは沼ですね。いい意味で沼ですよ。うん。ストラクチャー、ストラクチャー、どうすかな。待って、その前にまずあれだべ、あれだべ、道路。交差点、交差点で、学園拾ったよ。なんか、これでもこのステージに、この背景に、これおかしくね。あ、でもなんかすごい、いいじゃん。あ、すごいいいじゃん。ちょっと待って、これいいじゃん。ビルパーツ A。これって。おすごい。どうすんだ？こう、で、こうして、青で、上がっちゃった。どうだ？おー、すごい！なんかかっこいいじゃん！かっこいいじゃん！で、奥、これも、横に、奥と、奥、あー、ビルなくなっちゃった。パルトンじゃないんですよ。パルトンじゃなくて、そう。なんか、オープンロケみたいな。ロケしてるみたい。すごい、楽しいな。試しにこれで1枚撮ってみる？あ、これでもこうやって動かせる。あー！今気づきました。はい。サイズもちょっとでかくしとく？やっぱ体重大きい方がね、いいからね。でもちょっとなんか背景寂しいな。背景寂しいから、ちょっとエフェクトでとりあえず、爆発させよう。向き、傾き。違う。道路が傾いちゃダメ。サイズか、ばーって大きくして、後ろにやりたい。なんかパンドが燃えてるみたいな、ちょっと。こういう感じで。で、爆発もうちょっとさ、サイズさ、でかくしたいね。なんか坂本監督ぐらいさ、ものすごいさ、爆発を演出したいんですけど。あー、でもこれすごいなー。これはね、開発費かかりますよ、それは。こういうの待ってた。ほんとこういうの待ってた。ちょっと煽り気味で、寄り気味で、撮影っていうのまたこう、あの、アングルをこう決められるのね。あー、なるほど。あー、すごい、待って、かっこいいじゃん。オッケー。かっこいいじゃん、これ。でーてててるてててててるててる。あー、すごいな。すごい。今ちょっと鳥肌立つ。これはね、いい。これはいい。怪獣映画撮ってるみたい。うわー、待って、すごい。見た、これ。これ、たまんね。このカメラワーク、たまんなくね。うるさいわって話やね。え、わ、すごいいいじゃん。なにこれ。楽しい。ちょっと待って、他の怪獣でもやりたい。四天王で撮ろう、四天王。テンペラー星人と、ポーズ選択がね、まだ出ないから、あんまりね、こう派手な動きっていうのはできないけど、フィギュアを置いてからこういう道路とか配置した方がいいのかな。ちょっと一回さ、消す。で、アリーナで大活躍の、プリト星人を置きましてだ。プリトもちょっと前にっていうか、メフィラス星人。星人ばっかりやな。分かってはいたけど、なんかすごくかっこよくない？どうぞ。いや、これさ、大人も楽しいけど、これ子供楽しいんじゃないかな。ちょっと難しいかもしんないけどさ、操作性とか。これ慣れたらさ、これさ、子供とかさ、ずっとやってそう。てか、私も多分ね、ずっとやりたい。そうか、この傾きもうまいこと使いたいね。すごい、なんかすごい、いいなぁ。ちょっと待って。
もうちょっとこれ天ぷら水準を横にやって、うん、やっぱ爆発させるとかっこいいわ。なんとなく爆発させると言ってると爆発させてると、もう行列が回らないよ。なんかこう、うまいこと煽り気味で。はい、チーズ。はい、チーズ。まあまあ、なかなかかっこいいじゃないですか。ちょっと。はい、チーズ。待って、23分も、ジオラマだけで23分録画してるっていう、今、すごいびっくりしたんです。すごすぎませんか、ちょっとジオラマ。没頭してたら23分経ってた。いや、いいじゃん。あ、待って、めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しい。いやー、ちょっと待って、他のも欲しくなるな。これはまた、課金案件ですかね。はい、という感じで今回はですね、ジオラマモード、こちらをチャレンジしてみました。本当にね、僕らが思い描いてるような、もうまさにこれが欲しかったんだっていうような機能で、これは楽しいの一言につきますよ。これね、まださ、ちょっとね、同じような構図でしか撮ってないけど、これはまたね、ずっとやってた。いろいろやりたくなるね。本当ね、今日ゲームやってないですからね。本当に。ね、今日連戦クエストとかもさ、入ってるんだけど、できてないっすから。連戦クエストできてないっすから。ねえ、ちょっと、これは、あ、そうだ、今日、レギオノイドダラカスタムも来てたんだ。レギオノイドダラカスタムだけ見て今日は終わろうか。あー、もうジオラマだけやって終わっちゃったよ。ゼロビヨンドも追い詰めた、レギオノイドダラカスタム。このダラのね、模様のレギオノイドかっこいいっすよね。はい、ちょっと動画見ましょう。そうで、手がね、そう、手が普通の手になってる感じで、ダダのロゴね。あー、すごいな。いや、これをさ、出しちゃうんです。いや、欲しいなー。欲しいなー。ということでね、即決マーケットのためにね、課金した方がいいんですけど、途端に石が溶けてしまって若干ね、ビビってはいるってだけなのでございますが、またね、ジオラマモード楽しくやっていけたらなと思います。あと、一本マーケットでジャトンとミクラスも来たみたいですね。はい。てかな感じで、今回はここまででございます。本当にただジオラマだけの動画で申し訳ないんですけれども、本当にこれはね、楽しい。またツイッターとか YouTube のコミュニティとかでこんな写真撮ったよ、こんな写真作ったよっていうのをね、載っけていけたらなと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで以上、デレキナスチャンネルのデレキナスでございました。それでは、バイバイ。